ようこそ、死後の世界へ。あなたはつい先ほど、不幸にも亡くなりました。短い人生ですが、あなたは死んだのです。私の名はアクア。日本において、若くして死んだ人間を導く女神よ。あなたには二つの選択肢があります。ゼロから新たな人生を歩むか、天国へ向かうか。ただ、あなた、ゲームは好きでしょ？日本では引きこもりのゲームオタクだったみたいだし。今、とある世界では魔王の軍勢によって平和が脅かされてるの。肉体と記憶はそのままに、その世界へ送ることもできるわ。え？送られても殺されたら意味がない、ですって？だから大サービス！異世界へ送る際に、何か一つだけ好きなものを持っていける権利をあげているの。強力な武具だったり、とんでもない才能だったり、異世界に持っていけるものなら何でもよ。さあ選びなさい。あなたに一つだけ、何者にも負けない力を授けてあげましょう。まあ、どうせ何を選んでも一緒な気はするけど、ヒッキーニートには別に期待してないし。ねえ、早くして。他の使者の案内もあるんだから。で、今、なんて言った？私？ちょ、待ってよ！いや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 ！嘘でしょ？おかしいわよ！女神を連れて行くなんて反則だから！向こうよ向こう！魔法討伐なんて無理なんですけど！いやー！こんな男と異世界行きなんて！いやー！なーんてこともあったなー。まるで昨日のことのようだ。カズマ、何を笑っているんですか？ちょっと昔を思い出してたんだよ。アクアと出会った日のことを。思い出を懐かしむのはいいが、今やることではないと思うぞ。そうか？今こそ懐かしむべきだろう。大事なものって、失って初めてわかるんだな。アクアは俺にとって大切な仲間だったんだ。ちょっと待ってよ！失ってないでしょ！まだ生きてるんだから早く助けてほしいんですけど！生温かいの！ぬるぬるするの！このままじゃ本当に飲み込まれちゃうんですけど！アクア、大丈夫だ。お前がいなくても俺はこの世界で強く生きていくよ。諦めないで！もっと頑張ってよ！カズマさん！今回は自業自得ですよ。アクアが調子に乗って魔法でモンスターをおびき寄せたからそうなったのです。だって、一箇所に集めてメグミンの魔法で倒してもらえば、私はカエルに近づかなくて済むと思ったんだもの！モンスターの体液でヌルヌルになるなんて、めったにない体験！アクアだけずるいぞ！人のピンチを特殊プレイみたいに、うわぁ、カズマじゃん。ふぅ、ほんとに、しょうがねえな。このスバまとめて吹き飛ばしてあげます。戦い方を教えてあげるから早く助けてよ。
時は来た。でやあの攻撃はなかなかに良かった。
もっと強い仲間が必要ね。大至急仲間を集めましょう。ようこそ冒険者ギルドへ。うまいもん探しに行くか。ビリビリー驚きまして、軽い挨拶ですわ。温泉に浸かってぼーっとする、いいアイディアとはそんな時に浮かぶものさ。いずれはコウマ族の長になるんですから。温泉に浸かって、もっともっとアクア様の尊い教えを広めるのよ。うまいもん。私にどんな格好をさせるつもりだ。君のパーティーに入ってあげようか。消えちゃう消えちゃう、浄化魔法はやめてください。私のお友達になってくださいまし。君も深淵を覗いてみるかい。こんなところで会うなんて偶然ね。本当に偶然だから。観光ですか、洗礼ですか、それとも私の名前はダクネス。クルセイダーを生業としているものだ。私はクリス。見ての通り盗賊だよ。魔道具店の店主をしています。温泉に浸かってぼーっとする。いいアイディアとは。そんな時に浮かぶものさ。新しい仲間も揃ったし、冒険者登録をしましょう。これで立派な冒険者の仲間入りね。早速冒険に出かけましょう。私と勝負するつもり？だったら負けを覚悟することね。今日のカモはどうなった？カジノなど我が輩にとっては退屈な時期に過ぎん。この結果はすでにお見通しである。
新人冒険者の方へ応援アイテムをお渡しします。女神アクアがあなたにプレゼントをお渡しするわ。今日はこのプレゼントをお渡ししますね。